ジェンド和田毅さん若手にダメだし、2軍はユニフォーム変えろ。ソフトバンクの和田毅が球団事務所で契約交渉に臨み、今季から3500万円増の年俸2億円でサインした。松坂世代最後の現役選手であり42歳の和田は、契約公開の会見で若い選手に思うことは何かと質問されると厳しい表情へ変わった。3桁とはいえ、メジャーのユニフォームで着てプレーができる。メジャーのソフトバンクホークスというチーム名を背負ってプレーができるということは本当に贅沢なこと。それをしっかりと認識して日々過ごしているのか疑問に思うこともたくさんあるし、育成選手はユニフォームを変えてもいいというくらいですと語った。和田はメジャーも経験してるからマイナーの厳しさも知っている。42歳で年俸アップとかすごすぎて草。和田は誰よりも走っているらしい。確かに育成選手は1軍の試合に出場する資格がないから1軍でバリバリ活躍している選手たちと同じユニフォームを着ているというのもおかしい。ホークスは環境が恵まれすぎているから2軍でも野球できれば幸せって選手もいそう。和田の思い通じてほしい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。